名古屋市立桜山中学校は、愛知県名古屋市昭和区池端町にある公立、中学校。通称は、桜中。1947年制定の学校教育法により、新生中学校が発足することとなり、昭和国民学校高等科を改組することで、成立した。当時の生徒数は1030人と記録されている。ただし、 発足年には校地を持たず、付近の小学校を借用して、分散授業を行った。翌年度には、旧愛知県厚田中学校において集約され、現在の校地である、昭和国民学校跡地に校舎を持つこととなった。1966年1月1日、不審火により4教室など、約300平方メートルを焼いている。2022年度、体育館に、 エアコンが整備される。通学区域として、名古屋市立五基礎小学校及び名古屋市立松江小学校の学区が指定されている。2021年4月7日時点で、学級は1年生は6クラス、2年生は5クラス、3年生は6クラス、及び特別支援学級が2クラス編成されている。特別支援学級については、2017年度20組11組が、 設置された。またこれとは別に、通級指導教室として、桜学級が2007年度に設置されている。通級指導教室は2018年度時点で、名古屋市に4校しか設置されていない、発達障害通級指導教室の一つである。ダニークマが作曲を担当している。部活動として、軟式野球部、ソフトテニス部、バスケットボール部、バレーボール部、ハンドボール部、 コーラス部、作動部、美術部、英語部が活動している。コーラス部については、2017年に開催された第84回、NHK 全国学校音楽コンクール全国、大会中学校合唱部門で同賞、70回、全日本合唱コンクール全国大会、中学校部門同性合唱の部員賞、CBC 子供音楽コンクール、中部決勝大会において最優秀賞を、 受賞している。ありがとうございます。